YouTube でちびっこバス太陽を検索してね。小さな魔法使いアスラ。ある晴れた日の午後、ちびっこバスたちが遊び場にいます。何して遊びたい？鬼ごっこはどう？ダメ。もっと面白いことがいい。鬼ごっこは昨日もやったしね。僕が面白いもの見せてやるよ。何しよっかな。太陽。次は君たちの番だ。太陽が風船になっちゃった。ロギー、上を見て。あ？え？頭が！何が起きてるの？すっごく面白いよ。あ、君は誰？僕はアスラ、魔法の国から来た。僕の魔法気に入った？君がやったの？ああ、面白いだろ。全然面白くない。元に戻してくれ。やだね。じゃ、僕もう行くよ。はぁ、どこ行くの？僕らを元に戻して。みんな大丈夫？大丈夫。あの子どこ行った？もうどっかへ消えちゃった。名前はアスラだよ。見つけ出さなきゃ。そして次の日。あの人にしようかな。あら、雨だもん。なんなの、絶対。超面白い。ありがとう、また頼むよ。うわぁ、大きいですね。じゃあもっと大きくしてあげるよ。止まれ！何なの？すっごく大きい。これは魔法じゃないかな。あの子は？アスラ！うわ、ブーだ。やったな。待て！あれ、見失っちゃった。向こうを探してみよう。この辺にいるはずだ。はい。あ、みんな。何してるの？何何？アスラがいたんだ。昨日僕たちをからかった子だよ。本当に？間違いない。あそこにいるわ。どこ？どこ？おい、逃げるな。待て。もう追いかけてきてないな。見つけたか？あれ、逃げなくていいの？待て。もう逃げられないぞ。いたずらするのはやめて、お家に帰りなさいよ。バイバイ。忘れたのか？僕にはこれがあるんだぞ。ほら。あれ、どこ行ったんだろう。魔法の杖がない。君たちのせいだ。なんで僕たちのせいなの？逃げてる途中でなくしたからだよ。魔法の杖がなかったら家に帰れない。はあ、俺たちのせいじゃないぞ。そうよ。ねえみんな、魔法の杖を一緒に探してあげようよ。なんで？アスラに早く帰ってもらうためさ。このままじゃずっといたずらされちゃうしね。そうだね。よし、アスラ、魔法の杖を見つけたらすぐに帰らなきゃダメだよ。わかった。見つけたらもっといたずらしてやる。よし、じゃあ行こう。ちびっこバスたちとアスラは魔法の杖を探しています。あ、ないな。ねえ、ここにもないみたいだよ。ロギー、そこにありそう？いや、ないと思う。とりあえず滑り台で下へ降りるよ。
ごめん。でもさ、せっかくここへ来たんだし、少し遊ばない？そうしよっか。いいね、遊ぼうよ。あ、俺からだぞ。なんでよ、今やったばっかりじゃない。僕、あ、何？僕も遊びたいな。アスラ、君も一緒にやりたい？ああ、僕はいいよ。本当？じゃあ僕一人で行くね。あ、待って。あ、僕、行くよ。準備はいい？うわぁ、行くよ。うふぅどうだい、楽しいだろ。おっと、うん、悪くなかったよ。もう一回やらない？やる。ちびっこバスたちとアスラは魔法の杖のことを忘れて夢中で遊んでいます。楽しかったな、みんな。うん、君も楽しかったんだね。うん、いや、いまいちかな。君が一番はしゃいでたじゃないか。違うよ、はしゃいでない。ねえ、もう帰りましょう。花が心配してるわ。了解。待って、僕の杖はどうするの？もう遅いし、また明日探そう。帰ろう。わかった。これでまた明日もみんなと遊べる。アスラもバスの車庫でみんなと寝ています。アスラ、うん、どうして魔法の国からここへやってきたの？ああ、それは友達を作りたかったからさ。え、向こうに友達はいないの？ああ、みんな退屈だし、僕の魔法も嫌いなんだ。それは君が魔法で嫌がらせをするからだよ。は？何にも知らないくせに。ふん。ねえアスラ、僕が嫌がらせ？アスラやめてよ。全然面白くないよ。君とはもう遊びたくない。友達になりたかっただけなのに。ちびっこバス、タヨ。次の日、ちびっこバスたちとアスラはまだ魔法の杖を探していました。ここにもないわ。ガニ、そっちにある？ないよ。どこ行っちゃったんだろう。不思議だよな。はあ、あれかな、僕の杖だ。見つけたぞ。でも杖が見つかったらもうみんなと一緒に遊べなくなっちゃう。アスラ、見つかったの？ないよ。ああ、ここにはないみたいだね。そうだね。これからどうする？じゃあさ、ちょっとだけ遊んでからもう一回探すのはどう？そうする？うん。じゃあ、そうだ、上位のショーを見に行かない？上位って誰？は？みんなびっくりするよ。上位は魔法の杖なしで鳥やお花を出すんだから。本当に？僕行きたい。よし、上位のショーへ出発。すごい。お次は、これを、こうすると、おお、じゃじゃーん、すごい。おお、かっこいいよね、ジョイはすごいんだ。何にも持ってないよ。ほーら、じゃじゃーん。僕は魔法で嫌がらせしてた。でも魔法はみんなを楽しませることもできるんだ。みんな、この帽子の中から何が出てくると思う？僕知ってるよ。白い鳩かな。そうよ、このマジック大好き。いくよ、じゃじゃーん。あれ、え、どうなってる？じゃじゃーん。どうなってる？あれ、何も出てくる？あ、ちょっと待って。どうしちゃったんだろう。いやだ、みんなをがっかりさせるなんて。にゃあ、お、え、アスラ、それ君の杖だよね。あ、バレちゃったか。みんな、ありがとう。
一体何が起きたんだ。さっきのはあなたがやったの。そっか、最高だったよ。だよね。なんで杖が見つかったことを黙ってたの。だって僕、魔法の国へ帰りたくなかったんだ。あっちには友達がいないから。ああ、大丈夫だよ。これからたくさん友達ができるって。そうよ、うん、あなたはもう友達を困らせたりしないもの。うん、ああ、さっきも魔法で僕たちをワクワクさせてくれたもんね。僕がそう思う。うん、もちろん。それに僕たちも君の友達だぜ。だよな。そうだよ。みんなありがとう。僕、これからは魔法の国の人たちとも仲良くなれると思う。どういたしまして。これはみんなへの最後のプレゼントだよ。すごい。アスラは初めてできた友達に素敵なプレゼントをしました。また会おうで、ね。